スマートフォンやタブレット、そしてテレビを無線でインターネットにつなぐときの接続方法についてご案内します。Wi-Fi の接続方法がわからない。何が必要なのでしょうか？どうすればいいの？ご利用される Wi-Fi の SSID を選択してパスワードを入力すると、お使いの端末でインターネットが使えるようになります。SSID とはネットワークの名前です。利用するにはパスワードの登録が必要です。ご利用中の中海テレビのインターネット用機器 DONU および無線ルータにこのようなシールが貼ってありますのでご確認ください。まず Wi-Fi の SSID は Wi-Fi 規格で A と G の2種類があります。それぞれ特徴が異なりますが、A は電波干渉を受けにくく、通信速度も速いため、できるだけ A の SSID を利用されることをお勧めします。次に、中海テレビの無線 DONU に貼ってあるシールをご確認ください。その中のパスキーに記載されているアルファベットと数字の組み合わせがパスワードです。機種により、キー、WPA 暗号キーと記載されている場合もあります。無線ルーターをご利用の場合も、同様にシールをご確認ください。キーと記載されているアルファベットと数字の組み合わせがパスワードとなります。今度は、インターネットをご利用されるスマホ、タブレット、パソコンの Wi-Fi 設定画面を開きます。今回は G の SSID を選び、先ほど確認したパスワードを入力します。入力が完了したら、次へを選択してください。スマホ、タブレット、パソコンの画面に扇マークが表示されたら接続完了です。お使いの端末でインターネットをお楽しみください。改善しない場合やその他ご不明な点がございましたら、中海テレビ放送までお気軽にお問い合わせください。